今回の舞台は住之江ではなくて宮島。宮島にも住之江予想屋翔さんのような名物予想屋さんがいると聞きつけ、早速全乗り。ところが宮島競艇場内の動画撮影は NG とのこと。残念ながら今回予想屋さんの演説シーンはないですが、宮島予想屋山ちゃんの予想をお楽しみください。そして今回はファーストエイドタートルズも花を狙ってガチ予想、双方の回収率はいかに。それではレッツボートレース。現在風はほとんどありません。穏やかなコースコンディション、人気の島村の陰線。第1レース内から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インカートップスタートは1号艇人気の島村、一緒島駅に向かっていく DF1 号艇下寺に、サスのハンドルは2号艇目当て、アイドルを割ってきた3号艇の木山バック側に入っていますが、さあここは逃げています。先頭は1号艇の下寺、リードは3艇身で2番手接戦で2号艇3号艇が競り合う格好も、内から5番4番6番も殺到。スタートは正常でした。潜り込んできた6号艇に握ってきた2番3番ホーム側に対しての2番手争い混戦からは、ここは2号艇宮城が一歩前に出てきました。3番手は3号艇の木山、3艇身遅れて6号艇4番手4番手、現在最強が1番2番3番後ろ1番手トップで1号艇島から1番2番2号艇宮城、3番手は3号艇の木山でバック側に抜けていまして、上下体勢は1番2番3番で前方から2番手は大きく低下を開きましたが、今2番手から3番手も徐々に低下を開いて今3停止ぐらいです。これから2周の2番手トップで1号艇続いていく2号艇、その後ろから3号艇が旋回、その後ろから6号艇ですが、ここは3番の学校を水を開けた格好で上位3艇が大きく抜け出してレースはこれから最終周回。先頭はトップスタート地元の運営で最初でした。1号艇は下村に出かず、2番手は2号艇サバンタ宮古健太、3番手は3号艇の木山が後方に水を開け、上下体制は1番手に3番です。このまま1番から3番手に決まりますと、3点間のオッズは人気サイド 8.5 倍、4号艇以降は6号艇佐々木、5号艇マット、3号艇は4号艇吉本です。6コース6号艇北川幸典、前走地若松で優出しています。第2レース進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。あまりそのないスティック体型、各艇踏み込んでいます。一筋巻きに向かっていく逃げる1号艇の永田、まくってきた3号艇向田、サッカーハンドル2号艇の辻に、類義は4号艇の新田が上がってくるんですが、さあまくった3号艇の向田がトップに立っています。すぐ後ろに陰線1号艇永田がつけ、2艇身で4号艇新田が3番手、スタートは通常でした。第2レース先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番6番ゴールイン。6コースからが6号艇の岩井茂です。第3レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インからトップスタートは1号艇の市川、一筋マークに向かっていきます。見える体勢1号艇市川に負けてきた3号艇池上、早速ハンドルは2号艇の川崎でバック側に入っていますが、さあここは逃げています。先頭は1号艇の市川武史、リードは2艇身で3号艇池上、2番手追走も内から2号艇川崎が並んで、あとは6番4番5番、スタートは正常でした。2マークマストップに1号艇並んできた2号艇、逃げ込んできた3号艇ホーム側に帰ったところ、2番手は3号艇池上がわずか2艇身リードを取ってきまして、ここで上位の3艇は1番3番2番、先頭1番ゴールイン3番ゴールイン2番ゴールイン4番6番ゴールイン、ラストで5番ゴールイン。スローが3艇、ダッシュが3艇、風はホームの追い風緩やかに渡る程度で第4レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。 2,3 コースがスタート決めた。2号艇まさき、3号艇山口、1周1マーク先制していく2号艇のまさきで小回りは1号艇
漢字や、それを指していく3号艇山口バックストレッチですが、じわりと前を締めていくまくった2号艇まさきに迫るのは指した3号艇山口の先がかかるかどうかのスリット裏、外に控えるのは1号艇漢字やで、スタートは正常でした。1周にマークを抑え込んだ2号艇のまさきがトップ旋回、内も振り込んできたのは4号艇山崎、そこを握って飛ばして3号艇の山口でホーム側、先頭リードを4艇身です。2号艇抜け出してまさき、2番手は3号艇の山口、第4レース先頭2番ゴルイン、3番ゴルイン。武田博樹選手の動きの良かった24号機6コース6号艇吉原清とも前節優秀モーター、3対3インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしまして、若干ではありますが2コースから5コースあたりがじわり好スタート。一周一マーク、1号艇はどうする、伸び返す先前、待って刺して2号艇少し先浮いて外に行ったのは3号艇5号艇2番出しから4号艇村松も迫ってバックスレッチ、ここはなんとか持たせたか、一停止1号艇の真っ向が優勢、すぐ後ろ2号艇外へ持ち出していった船岡、内からは4号艇の村松が並んでくる、スタートは正常でした。一周にマークトップ旋回が1号艇マッコ、2番手4号艇くるっと小回り村松を包んで握って、2号艇の船岡刺した3号艇の西野で先頭1番ゴルイン、2番ゴルイン、3番5番4番ゴルイン。今月初めの優勝戦5着から桐生へと連続優勝があります。6コース6号艇胸雪ハイヤで3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です、スタートしました。少しばらけてインコースセンター1号艇3号艇4号艇コースタート、5号艇は少し立ち遅れ、1周1マーク逃げる1号艇西島に2号艇が刺してって、その外を3号艇5号艇が握って VE は4号艇6号艇バック側に抜けますが、先頭はじわりと前を締めて1号艇人気の西島、そのすぐ後ろで3艇並ぶ2番手争い、内から4号艇2号艇5号艇さらには最内6号艇胸浮も加わりそうで、スタートは正常でした。1周2マークをトップ旋回、1号艇西島、2番手で先取りは6号艇胸浮で、そのうちを2号艇4号艇5号艇と殺到しホーム側へと戻ります。第6レース、先頭1番ゴルイン、4番ゴルイン、6番5番ゴルイン。6コースは6号艇の池本照明です。数はホーム緩やかな追い風、第7レース内から1番2番3番4番5番6番です、スタートしました。内ろにコースタート1号艇2号艇わずかに覗いたのは2号艇ですが、取り返す1号艇谷が先回し、刺してきた2号艇の大上に引いてきた3号艇のアコーでバック側に入ります。さあトップ争い混戦模様ですが、刺しからぐんぐんと上がってくるのが2号艇の大上、アウトコースさらなく1号艇3号艇もつけています。スタートは正常でした。2マークまず2号艇がコーナーを飛び乗っていく、切り返して潜り込んできた3号艇でしたが V 字は切り込んで1号艇の谷ホームランに変わりまして、先頭は一気にリード2号艇大上拓人、2番手は1号艇の谷が続き、発見順で3号艇麻生が3番手、この3艇が大きく抜け出して2周の1マークです。2号艇1号艇そして3号艇の順位が2番に入ります。第8レース、進入インコースから1番5番2番3番6番4番です、スタートしました。
2コースから覗くのは5号艇の正木。1号艇も伸び返していきます。石戸島駅に向かっていく。逃げる1号艇の高浜に刺した5号艇の正木。間を割ってくるか2号艇の高橋ですが届かない。といった6号艇木山バック側に入っています。さあここは差しからぐんぐんと上がって5号艇の正木がトップに立ちました。陰線1号艇高浜、さらなく追走の2番手、そして4号艇岡谷3番手。スタートは正常でした。今まく5号艇、続いていく1号艇、そして4号艇の後ろから2号艇が握って回ってホーム側。2号艇の高橋が一気に逆転、3番手に浮上し最強が5番9番2番です。2ペースに4号艇岡田4番で、あとは6番3番もさらなくつけて西の1番で潜り込んできそうな4号艇でしたが一気に変わっていきます。2号艇高橋バスガーに入ったら大艇が5番8番2番です。ここで先頭から2番手は5ページぐらい、2番手から3番で定価少し空いてきました4ページ、そして2号艇高橋の後ろも4ページぐらい空いたところで、これから自信の2枚手と向かってきます。トップで5号艇の正木、2番手は1号艇高山、3番手は2号艇高橋で、上位の体型は5番1番2番で、レースはこれから最終周回。先頭は2コースからトップスタートを決めて1マークは鋭い高山で見せた5号艇の正木経験、2番手は1号艇の高山治、3番手は同期さばいた2号艇高橋龍馬で、上位の体型は5番1番2番です。このまま5番1番2番で決まりますと3番手のオッズは 45.5 倍となります。さあ前半は松井を決めた正木、中心見事連勝発進ダサカンマークです。2番手が1号艇高山、そして接近してきました2号艇高橋です。しかしここは1号艇が何とかかわしたか。第1号艇先頭5番ボール小さですが1号艇高橋です。6番ボール4番ボール人気の山崎の陰線第9レース、内側から山崎、佐々木、山根、山本、向田、津田の並び。スタートしました。3コースからわずかに3号艇山根が覗いているんですが、6艇あまり差のないスリップ体系で逃げていくのが1号艇の山崎、逃げつけた3号艇山根、さってきた2号艇佐々木、ブイブラついて4号艇の山本でバックガードに入っています。さあここは逃げました。先頭は1号艇山崎裕二、そして2番手接戦で4号艇山本の外側にピタッと2号艇、後ろかって3号艇6号艇の並びながら接近中。スタートは正常でした。二次回戦は握り込んでいった4号艇、3号艇、6号艇の間をすり抜けるように2号艇が運んできますが、2番手は4号艇の山本圭志郎で、ここでリードは2ページ、ここで上位3艇は1番、4番、2番です。2号艇の後ろ4艇審査で5番、3番、6番がつけて西の1番手、トップで1号艇山崎、2番手は4号艇山本、3番手から2号艇の佐々木、上位3艇は1番、4番、2番で、今先頭から2番手、2番手から3番手は3艇審から4艇審、2号艇の後ろの4艇審相手を5号艇向かいだ、あとは3番、6番がつけて西の2マークです。トップで1号艇山崎、落ち着けてきた2号艇佐々木をかわすように回る4号艇の山本、ホーム側に帰っての体形変わりなく1番、4番から徐々に先頭から2番手、2番手から3番手の経過を開いてきたんですが、4番手から話されず追走してきた5号艇向井が接近する最終周回の1マーク、2号艇が3番手旋回、3番を最後に見せていった5号艇向井がですが、バックが見えて何とか捉えています。2号艇の佐々木、しかし定冠じわり詰めてくる5号艇の向井がです。先頭は逃げた1号艇山崎裕二、2番手は乾いた4号艇山本、僅差の3手だそうですが、2号艇三角形がコーナー飛び出していく。止めている着工で5号艇届かずに、3番手は2号艇の影を振り切って体勢は1位内に来た。9号艇先頭1番通り、4番通り、3対3です。穏やかな水面コンディション第10レース、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。3コースの3号艇がへこんで1、2艇、1号艇、2号艇、角から4号艇が出て寄せてって1周1番、1号艇先前にハッと回って橋本行き過ぎて流れた、縫いがシャープに2号艇、3号艇ついてくる、握って5号艇バックスペースですが展開ついて差し抜けた。判定審前は2号艇田中和彦、2番手に1号艇の橋本、3番手内から3号艇4号艇5号艇並んでいまして、スタートは正常でした。
1周にマークトップ旋回は2号艇田中、2番手3号艇追っつけてくる三宅を包むように抑え込んで1号艇三宅の内のところへ5号艇西野が差し込んでホームストレッチ、先頭2番手それぞれ抜けて深番1番田中橋本、3番手争いは2マークで逆転5号艇西野が前に出て2停止ほど、2-1-5の体系で3番手争いの接戦2周の1番後ろから切り返し先取りしていくのは3号艇200ですが、ここは冷静にさばいて5号艇の西野が逆転からリードを2停止キープ、5位体系2番1番5番です、先頭2番手そして3番手4番手それぞれの差が2、3停止と伸ばしてきました2周の2マーク、さあトップ2号艇田中を狙って後ろから1号艇橋本が VR に狙っていく、その後ろは5号艇が3号艇を打ち開いたがホームランとっても上位体系変わらず2番1番5番、レースは最終周回に入りました、先頭2番手3番手4番手その3停止分従来となりました、3球目の1番トップはシャープに展開していた2号艇の田中、2番手から離れて1号艇橋本、3番手も5号艇さばいて2球目上位体系2番1番5番です、2番1番5番このままですと3連単 24.2 倍、2番1番2連単 9.2 倍でありますが、トップ争いのまだまだ接戦ラストダウン、さあ2号艇の田中に対して全速出して VR を1号艇橋本が見つめ合って最後の直線コースでありますが、上位体系は変わらずで3-1-55コース5号艇は前半3着麻生俊介、そして6コースが6号艇前回の唯一モーターを手にした今日1回走り別府正樹、3対3で1コースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました、わずかながら脱出で4号艇5号艇6号艇あたりが優勢でありますが、内よりも乗り返して1周1マーク、3号艇が握ってつけまい1号艇これを受け止めてブロック、内をついては2号艇4号艇さらに5号艇6号艇殺到してバックスレッジ、先頭は押し切った速攻で4停止に抜けた1号艇人気の市川哲也、2番から5艇交戦ですが3号艇北川が一歩前、すぐ後ろには内から4号艇外には6号艇2号艇5号艇続くスタート正常、1周2マークトップ旋回で1号艇市川続いて外前3号艇握って北川の内から4号艇6号艇さらには握って続く2号艇といったところでホームストレッチ、最後の直線勝負となった、先頭1番5塁3番5塁3番手争いは2番6番で5塁、6コースが6号艇前半3着高橋龍也、3対3第12レース日本ドリームインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました、直径がほぼ横一線スリットは揃いました、1周の1マーク、こうなると1号艇山口の逃げ打つ、3号艇握る2号艇4号艇差し構え5号艇を間割って分野から遅れ出し6号艇バックスレッジは先頭を持たした、押し切って1号艇山口、2番手は3号艇辻、この2艇が早々抜け出して3番手は6号2つ溜まっています、スタートは正常でした、1周2番トップ旋回で1号艇山口続いて3号艇辻、後ろは外大きく握って回す5号艇大上が一気に3番手争いから浮上して上位3艇奇数3艇135先頭1番ゴール3番ゴール5番ゴール回収率なんと 600% 超え、夢をつかむぜ、しごろチャンス。